さあ、この時間はゲストが登場です。今日はこの方をスタジオにお招きしました。声を聞かせてください。こんにちは、 INI の後藤健です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめましてですね。なんかもう、はい、テレビで見るよりさらに小顔で肌が綺麗で笑顔が可愛くてもうたまらないですね。嬉しいです。ベタ褒めですね。すごい、はい、なんか服も可愛いですね。服そうなんですよ。ファンの方もすごいなんか、うん、はい、評価というか、なんか受けが良くて本当ですか。これがもうめちゃくちゃ可愛いみたいな、この黄色の今衣装が着てるんですけど、何でも似合う。ありがとうございます。今髪もちょっとピンクだしね。そうなんです、アポロヘアって言われてます、はい、アポロヘア。確かに上がちょっと黒くてそうです、そうです、ピンクでグラデーションになってて。そうなんです、すごくおしゃれです。はい、美味しそうです。本当に、はい、美味しそうでしょ。美味しそうですね本当に。さあ、 INI は2021年に開催された日本最大級のオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2から選ばれた11人組グローバルボーイズグループということで、はい、もう今本当に飛ぶ鳥を落とす勢いとはこのことですね。いやいや本当にありがたいことです、うん、大丈夫ですか。寝れてますか。あの、寝れてます。本当に。はい、そっかそっか。寝れてないとそんな肌ツヤツヤしないですよね。そうですね、もう本当に一番睡眠を大事にしてると言っても過言ではないんで。そうなんですね、はい、じゃあ改めましてちょっとメンバー紹介させていただきますが、はい、後藤健さんの他に、はい、池崎理人さん、うん、尾崎匠さん、うん、木村雅也さん、佐野雄大さん、シュウ・ファンフェンさん。フェンファンです。あ、ごめんなさい、はい、シュウ・ファンフェンさん。フェンファンです。あ、かぶせっていう今あれですね。今ツッコミ待ちでしたね。シュウ・フェンファンさん。はい、ありがとうございます。高塚ひろむさん、はい、田島翔吾さん、はい、西ひろとさん、藤巻京介さん、はい、松田仁さんからなる、はい、11人組グローバルボーイズグループです。はい、そもそも本当に個性豊かなメンバーがギュッと集まりましたけど、はい、後藤健さんは、はい、なんでこのオーディションを受けようと思ったんですか。この僕が受けたのがシーズン2なんですけど、はい、あのシーズン1の方に、うん、あの友達が応募して、はいはい、ちょっと挑戦してる姿を見てもうめちゃくちゃかっこいいなと思って、もうなんか自分もなんかもし次があったら、はい、ぜひ挑戦してみたいなと思ったら、うん、本当1年後ぐらいに募集始まりましたってなったんで、もう、うん、すぐに。え、そうだったんだ。はい、もうすごくそのか友達のかっこいい姿を見て、うん、受けたいなって、はい、すごい影響を与えてくれましたね、はい、そのお友達は別のグループですごく活躍されてるんで。そうなんだ、はい、素晴らしい。頑張ってます。はい、はい、そんなきっかけだったんですね、はい、いや本当になんかこういろいろ見させてもらってると、もう歌が上手でダンスが抜群っていうのはもう分かるんですけど、個性豊かでこうやんちゃな人、ちょっとねこうボケてくれる人とか陽気な人とかいっぱいいろんな個性がいるじゃないですか、はい、そんな中でなんか私の印象としては後藤健さんは柔らかくてふわっとしてて、ちょっと知的が混ざってる感じ、はい、ありがとうございます。だと思ってるんですけど、はい、どうでしょう。もう正解です。あ、もっと知的混ざってるところじゃない、8割ぐらいであってもいいかもしれないですね。ねえ、なんかこうふわっと、なんだろう、俯瞰で見られてるというか。あ、その通りですね。そうそう、メンバーをこうニコニコしながら落ち着いた感じで見てるようなイメージ、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。本当にその通りなんですけど、はい、と言いたいところなんですけど、うん、あのすごい、まあ、あの王子様は担当してるみたいなの言ってるんですけど、うん、はい、うん、やっぱ関西生まれなんで、はい、血が、うん、もうふざけたいっていう血がもうすごい止まんなくて、うんうん、あの止まんない、止まんなくて、もう今ちょっとそういう王子様のキャラと関西人のなんかボケをちょっと半々で頑張って、はいはい、文武両道じゃないんですけど、両立できるように、はい、はい、まあね、精進してます。いろんなバラエティとか見てると、まあ、はい、ナルシスト疑惑もありますしね。やっぱ最近のやつじゃないですか。そうです、そうです、ちゃんと見てくださってるんですよ、はい、ありがとうございます。もうチェックしてますが、それは本当に誤解ですけどね。さっき言っときますよ。そうなんですか、ナルシストではない、まあ、いいことだと思うんですよ、うんうん、まあ、自分に自信があるってまあいいことだと思うんですけど、うん、なんかその後あれ収録終わった後に、はい、俺ってそんなにナルシストかって言ったら、うん、いや分かんないけどなっていう意見が多かったんで、うんうん、ちょっとまあ疑惑ぐらいで抑えておきましょう。疑惑、そうですね、まあ、はい、じゃあ鏡見て今日もイケてる俺とかじゃない、まあ、まだやったことないですね。あ、そうかそうか、はい、まあ、そうなんですね。肌のトーンいいなぐらいです。言うてそれぐらいなんで。それ絶対毎日思うじゃないですか、肌のトーンは。まあ、やっぱ日によりますね。本当ですか、はい、ちゃんとやっぱスキンケアやった日は、うん、
いいんで。そうなんだ、はい、いやもう話も尽きないんですけれども、はい、あのこの番組ですね、インテンスと言いまして、はい、4月にスタートしたばかりなんですね。で、奮闘とか強烈、真剣、熱心など、うんうんうん、結構熱を帯びたワードなんですけれども、はい、まあ、前回強烈に心に残った出来事についてお聞きしたんですが、はい、ちょっとまた今日は違う角度で、はい、まあ、メンバーだったりいろんな質問をしていきたいと思います。了解いたしました。はい、じゃあこの箱の中にですね、はい、何個かこう質問が入っていますので、シャカシャカしてもらって聞いてもらえますか。はい、はい、いきます。いっぱい読めたんですぐいきます、うん、で、はい、勉強熱心なメンバーは、お、いきます、うん、高塚ひろむです。へー、はい、え、どういう勉強熱心ですか。あのひろむって、うん、結構クイズ番組、メンバーの中でもクイズ番組に呼ばれる、はいはい、うん、メンバーなんですけど、うん、クイズ番組に呼ばれるようになってから、うん、もう自分はクイズ担当だっていう心が芽生えたのか、おうおう、撮影の時とかの楽屋の時とかでも、なんか小学生の問題集みたいな、おうおう、小学生、本当にもう一からみたいな。確かにクイズは小学生問題出ますからね。そうです。でも最初からやろうとしててすごい、もう一からちゃんと、もう基礎からちゃんと固めようとして、ちゃんとなんかもう勉強してて、すげえなって思いましたね。真面目だし努力が素晴らしいですね、はい、本当に努力家なんですよね。からもうダンスもやっぱもうそういう一面があって、もうずっと鏡に向かって練習してるんで、いい刺激いっぱいもらってます。なんか後藤健さんも、はい、なんかこう練習っていうか、こうレッスンが終わった後に一人で残って練習するとか、はい、そういう話も聞いたことがあるんですけど。そうですね、はい、僕も結構しますね、うんうん、僕も結構するんですけど、もうヒロムももう同じぐらい。そうなんですね。もうそれよりやってるかもしれないですね。じゃあ高塚ひろむさん、はい、後藤健さんは、はい、真面目というか熱心な勉強家なんですね、はい、そうですね、まあ、ストイックっていう言葉が似合うかもしれないです。ストイックだ、それですね、かっこいい、はい、ありがとうございます。じゃあまだいけますよね、はい、じゃあ次の質問いってみましょう。いきます、ドン、夢中になって時間を忘れたことありますか。うん、夢中なことばっかりじゃないんですか。うん、まあそんなこともないかもしれないですね。いや常にやっぱ俯瞰してるんで、冷静なんで常に。なるほどね。我を忘れることとかあんまない。まあ、あんまりないんですけど、うん、やっぱアニメ、最近アニメにちょっとハマってて、はいはい、うん、その中も僕のヒーローアカデミアっていうアニメにハマってて、うん、やっぱ見てたら夜中にちょっと見始めちゃって、うん、気づいたら朝の5時になってて、ちょっと夢中になってましたね。貴重なお肌のための睡眠時間を、はい、さ、全然ありました。ありましたね。夢中になってもう本当にめちゃくちゃ好きです、そういう戦い。ちょっと見てみよう、チェックしてみますね。あと新幹線の中で、あ、まだあるじゃないですか。なんかありました。思い出しました。はい、今日ここ僕新幹線で来たんですけど、新幹線の中で TikTok バーってちょっと見た時に、はい、あれ本当に止まんなくて、うん、なんかもう気づいたらもう大阪ついてるみたいな。うん、TikTok で。TikTok は止まんないです。何系というか、どういう風に見ていくんですか。流れるままに見ていく。そうですね。だいたい15秒から1分ぐらいのなんか動画で、うん、なんか役立つ動画とか、うん、なんかもうそっち系か。もう AI がなんか勉強して、はい、なんかもう。なんて自分俺が見そうなコンテンツがいっぱい出てくるんですよ。だからなんか例えば、まあ、僕格闘技とかも好きなんで、そうなんですね、格闘技だったり、うん、まあ、アニメのなんか考察だったりとか、うん、なんか筋トレのことだったりとか、はいはい、こうやって見てたらもう新要素がついたんで、すごい。そういう TikTok ね、なんかこう、はい、音楽に合わせてこう女の子が踊ってる TikTok とかじゃなくって、そうですね、うんうん、なんか役立つ情報が多いかもしれないです。ご飯系とか。そうなんだ、はい、いやあるじゃないですか、夢中になってること。ありました。結構東京大阪が長いですよ。そうです。ね、3時間 TikTok でやっという間だったということで。あっという間でした。もう1枚ぐらいいきましょうか。一緒にいきます。はい、ドン。あ、どんどん早かった。全然全然、音量が遅かったです、すいません。はい、 INI のメンバーに選ばれるために奮闘したことはあります。何何、うんうんうん、はい、まあ、やっぱオーディションですよね、はい、オーディションのメンタルっていうかモチベーションが、いや本当にもう本当にもうインターネットも使えないですし、はい、もう携帯没収されててインターネットも使えないですし、もうずっともうなんかちょっと練習室に閉じ込められてるみたいな、うん、まあ、言い方悪いんですけど、うんうんうん、そんな感じで本当にもうメンタル的にもきつくて、うん、ずっと練習でみたいなんできつかったんですけど、はい、もうその自分をもう鞭打つ言葉があって、うん、もう打ちに打つ言葉があって、もう言うてやっぱ2ヶ月3ヶ月とかなんですよ、はい、その練習期間が、うん、もうこの3ヶ月、人生の中でのこの3ヶ月を、うん、もしなんか今全力で死ぬ気で頑張れなかったら、うん、もう多分今後一生頑張れないだろうなって思って、うん、もう自分に鞭打って、うん、もうひたすら練習してました。なるほど、その言葉っていうのは、はい、
この3ヶ月頑張れないやつはもう多分 今後人生多分いつも多分ずっとこの先人生絶対頑張れないからもう今死ぬ気で頑張ろうと思って、うんうんうん、もうめちゃくちゃ頑張ってました。もう本当に命を注いだっていうことですよね、はい、そうですねそれぐらいもうめちゃくちゃ夢中になって、うんうん、めちゃくちゃ頑張ったししんどかったしでも、うん、だからこそなんか充実した時間でしたね、うんはい、もう確かに今才能あふれる方はもしかしたらもっともっといたのかもしれないけど、はい、その中でこうオーディションで出し切れるっていう才能が本当にすごいですよね、はい、なんか今そういう視点あるんだなって思ってそういう才能か俺ってと思ってそうだって、はい、みんなそうでしょきっとなんか本当に自分に自信持ってやってやるっていう人が集まってあれだけの人数集まった中で勝ち抜くって、はい、並大抵のメンタルじゃないですよねそうですねうんやっぱそういう星の元に生まれてるってのもあるしあるんですかねでも本当に頑張りました頑張りましたね、はい、いや勝ち取りましたねありがとうございますでその当時からもうどのぐらい経ってるんだろう、はい、2年もうそうですね INI が結成して、うん、あのデビュー日は11月3日でちゃんと覚えてるんですけど、まあ、結成日は6月13合ってました13です、はいはい、じゃあほぼ胸張って13です、はい、もう2年じゃあその時の気持ちと今なんか変化したことってありますか、はい、変わらないずっとその熱い気持ち保ってますかやっぱデビューした時の、うんうん、なんて言うだろう目標というか、うん、なんかどっか世界で活躍するアーティストになりたいとか、うん、すごい漠然としてたというか、うんうん、本当に世界行きたいなぐらいだったんですけど、うん、今この2年間でたくさんのお仕事させていただいて、うん、あの共演させていただいた他のたくさんのすごいアーティストさんの方とか見ていて、うん、やっぱすごいいい意味で現実をなんかなんだろう突きつけられたというか、はいはいはい、なんでなんかもっとこう具体的にこうやってこういうなんか実力、ね、スキルをつけないといけないなとか、うん、もっとこうかっこいいパフォーマンスしたいなとか、うん、そういうのが現実的になんか見えてきたんで、なるほど、そういう意味でなんかまた落ち着いて見られるようになったというか、さらに、はい、なったと思います。確かにこうオーディションで勝ち取ってもう世に出ぞっていう時のモチベーションから、はい、サポーターの皆さん、こう、はい、ファンの皆さん、ミニっていうんですよね、ミニの皆さんが応援してくれて、はい、今こうなんか責任感みたいな、はい、そういうのも芽生えてるんじゃないですか。そうですね、なんかやっぱり今すごいミニの皆さんに支えてもらってばっかりだと思ってるんで、例えば紅白に出場するとか、あーそうですね、なんかレコード大賞の大賞を取るとか、うん、そういう形残るものでちゃんと結果を残して、うん、ミニの皆さんに恩返しできたらいいなって思います、うん、本当に飛ぶ鳥を落とす勢いの INI ですけれども、はい、まあ、一つ一つこれから形にね、はい、していかなきゃいけないですもんね。まだまだ頑張ります。はい、はい、さあそんな INI ですが、はい、先月5月24日にフォースシングルドロップザットリリースしました。はい、ありがとうございます。はい、作品についてお伺いしたいんですけれども、はい、どんな曲が入ってるんでしょうか。はい、まずドロップザットっていうのはまあ、このシングルのコンセプトではですね、うん、なんか全てを放り投げて楽しもうぜみたいな、まあ、ノリノリな感じ、ノリノリイケイケですね、はい、全て放り投げる、はい、まあ、タイトル曲がファンファーレっていう楽曲なんですけど、はいはい、かっこいいです。もうこれはハードロック調のダンス曲で、うん、もうなんか INI がもっと世界に響き渡るような、うん、になんかちょっとハードロックでそういう楽曲となってて、はい、まあ、サビの部分ではすごいエネルギッシュ全開でめちゃくちゃかっこいい曲になってます、うん、耳にずっと残ってますよね。はい、残ってますね。あと振り付けも頭にずっと残ってます。かっこよすぎて。そうですか、ありがとうございます、うん、インパクト大ですけれども、振り付けも結構キャッチーなんで、はい、簡単に真似できると思うんで、うん、なんかしていただけたら嬉しいな。やる人増えそうですね、ここから年末にかけてね。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、あとの曲の紹介は大丈夫ですか。あとエスケープとかは、はい、いきますよ。あのミニの皆さんに対して歌ってる曲のような感じなんですかね。はい、そうですね、うん、レッツエスケープはその今おっしゃってるレッツエスケープなんですけど、はい、今おっしゃってくださった通り、うん、まあ、皆様にもっと疲れた時はもっと楽していいんだよみたいな、うん、まあ、楽曲であったり、うん、しかもその作詞かな、うん、作詞の方が日本語訳のところに藤巻京介、メンバーの藤巻京介が、はい、はい、携わっていて、はい、もうなんかすごくなんて言うんだろう、スッと入ってくるというか、うん、なんかもう変にめちゃくちゃ難しい言い回しとかも全然ないんで、はい、スッと耳に入ってきて、曲調もクリアなギターサウンドから始まって、うん、
か気持ちよく聴ける楽曲となってるんで、よかったら聴いてみてください、はい、藤巻京介さんもね、はい、ナイスキャラ、ね、ナイスキャラですね。めちゃくちゃ歌うまいし、可愛いけど実は裏ボスなんで。あ、裏ボスなんですね。はい、裏ボスです。そんな藤巻さんが作詞を担当されているということで、ここにも注目。裏ボスが作詞してるんで、ね、どんな楽曲、どんな作詞な、はい、どんな歌詞なんだろうってちょっと気になりましたよね、うんうん、はい、気になりました。ちゃんとチェックさせていただきたいと思います。お願いします、はい、さあそれでは、あ、ちょっと待って、その前に忘れてた、はい、美容法教えてください。美容法ですか。あまりにもなんだろう、こんなこと言っちゃ失礼なのかもしれないけど、可愛、はい、いそしてかっこいい、どっちも兼ね備えていて、もうとにかくお肌がツルツルで、はい、顔が小さい、ね、さっきも睡眠大事って言ってましたけど、はい、他に何かやってる美容法ありますか。美容法ですか、まあ、水たくさん飲むっていうのはよく聞くじゃないですか、うんうん、だしなんかやっぱ野菜とかもやっぱできるだけ取るようにするし、うん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 、なんかもう、あ、いいの思いつきました。何何、あの、うん、まあ、クレンジング洗顔は優しくするっていうのはよく聞くじゃないですか、うん、はいはい、うん、もうそれは本当に徹底していて、うん、で洗顔が終わった後にあの化粧水とか塗る前にちょっとあの、うん、ティッシュで僕拭き取ってるんですよね。すごい優しく、タオルじゃなくて、タオルじゃなくてもうティッシュで、うん、うわ、はい、なんかね、最近聞いた綺麗な人の秘訣、はい、みんなそれだわ。そうなんですよ、めちゃめちゃみんなこうクレンジングタイルとか、はい、ティッシュで拭き取ってる、タオル使わないって言ってます。いやー、貴重な話ありがとうございます。よかったら、はい、あとは日々をなんかこうキラキラね、あの、楽しく生きてるからだろうなって思いますね、はい、そのオーラから。それ大事です、それも大事、はい、大事なんで、ね、はい、大切にさせて、そうですね、ストレスないようにいきたいと思います。はい、はい、楽しんでいきましょう。はい、その他最新情報は INI のオフィシャルホームページや SNS をご覧ください。それでは最後に、番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、あのインテンス、あの出演することができて本当に嬉しいのと、ぜひまた呼んでほしいです、うん、あの人生ね、何があるか分からないですけどもう楽しんだもん勝ちです。そうですね、はい、この番組の、まあ、主なターゲットが、まあ、30代、はい、40代の女性っていう感じなんですけれども、はい、どうですか、年上の女性は。いや、もうすごくもう本当にファンの方も多分これぐらいの年代の方が多いので、はい、うん、あのもう INI 多分一回見てしまったら多分もう抜け出せない人たくさんいると思うんで、はい、そうですね、あのぜひちょっと一回 YouTube とかね、うん、みんな面白いんでよかったら見てみてください。そうですね、もう、はい、ぜひチェックしてみてください。すっごく魅力的です、はい、というわけで最後に曲紹介をお願いします。はい、聴いてください、 INI でファンファーレ。 FM 大阪インテンス月曜日、この時間のゲストは INI 後藤武さんをスタジオにお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。